皆さんこんにちは、吉田のりまさです。今日ご紹介するのはドリンク、こちらですね。気分さんの豆乳の、シリーズ焼き芋ですね。ちょっと面白そうなので、買ってみました。どんな味でしょうか。早速飲んでみたいと思います。豆乳、いただきます。芋、何スイートポテト、なんだろう、こういう芋があるね。こういう、なんだろうこれ、スイートポテトかな。あ、なんか甘いようなスイートポテトですね。焼き芋ってもっとこう違うんだよねこれ。まあでも焼き芋表現するのは飲み物でちょっと無理がありますね。だからその芋の感じはすごいしますね。はい。豆乳、まあ豆乳ね、いろんな種類ありますね。普通のね、あのプレーンなポピュラーな豆乳もあります。豆乳のいちごとかですね、豆乳のきな粉とか豆乳のコーヒーとかですね、いろいろありますけれども、まあ豆乳自体はですね、プロテイン、タンパク質が入ってますんでね、すごくあの体に、必要な成分ですので、豆乳摂取するのにですね、いろんな味が出るというのはですね、非常にいいかなと思いますね。はい。うん。まったり焼き芋味って書いてありますね。はい。あんまり、焼き芋をリアルに表現しすぎてもあれかなと判断したんでしょうかね。はい。ということで、まあ、飲み口はすごくいいですね。はい。ということで、本日ご紹介したのは珍しかったんで買ってみました。気分さんの豆乳飲料の焼き芋味でした。はい、飲み口すっきりでした。ありがとうございます。